ですからこのポーズはセクシーさや自信をアピールすることができるんです。はい、皆さんこんにちは、りゅうきです。今日は男性は女性にあれをされるとめっちゃしたくなるというお話をしていきたいと思います。女性の皆さんがしたくなる瞬間ってどんな時でしょうか？実は皆さんが思うしたくなる瞬間は男性には当てはまらなかったりするんですね。つまり男性と女性はたくさん違いがあるように、性的な魅力の感じ方にも男女の違いはあるんです。そこで今回は男性は女性にあれをされるとめっちゃしたくなるというお話をしていきたいと思います。ぜひ参考にしてください。ではまずこのようなご質問を LINE の方でいただいたのでご紹介させていただきますね。ゆきさん、はじめまして、こんばんは。はい、こんばんは。私には付き合って間がない彼氏がいます。その彼氏とはまだ夜の営みをしたことがありません。お互いに様子を見ている感じなんですが、こちらから誘うのもどうかと思います。そこで教えてほしいことがあるんですが、男性がしたくなる女性の言動や仕草などありますでしょうか？ぜひ教えていただきたいです。よろしくお願いします、というご相談です。ありがとうございます。なるほど、そうですね、初々しい時期ですね。まあ、男性がしたくなる女性の言動とか仕草ですね、まあ、今からお話を参考にして彼を引きつけるようにしてみてください。ではやっていきます。男性は女性にあれをされるとめっちゃしたくなる7選です。まず1つ目は、女性がゆっくりと自分の唇を舐めるになります。女性が自分の唇を舐めることで口元を強調することができるんです。唇を舐める行動によって女性はその部分に男性の意識を集中させて、そのセンセーションによって男性の興奮度を増幅させることができるんですね。また人間の唇は性的な関心を表すシグナルとか愛情表現のシンボルとして認識されているため、男性にとっては見るだけでも興奮を引き起こすわけです。加えて唇はセクシーな部分として認識されているために、見た目だけでも男性を引きつけることができるんですね。このような複合的な要素によって女性が自分の唇を舐める姿が男性に興味を引き起こすことができると言われているんです。唇って意外に目につきますからね。特にプルプルの唇なんか男性はよく見てしまいます。そして2つ目です。2つ目は足をクロスさせるになります。女性が足をクロスすることで足のラインを強調することができます。足をクロスする行為は一瞬ですが、より多くの足が露出されることで、それだけ男性にとって刺激的要素が増える理由の一つになっているんです。足って女性の細かく華麗な体の持つシルエットを強調する部分の一つでもあり、それが男性を魅了する要素にもつながりますからね。加えて足のクロスは男性にとって魅惑的な仕草でもあって、それが男性の興奮を誘う要因として作用することがあるんです。まあその男性の視点にもよりますけどね。まあ見てしまうわけです。そして3つ目です。3つ目は肩を露出するになります。肩を露出することで肌とデコルテの美しさをアピールすることができるんです。肩というのは女性らしい柔らかな曲線を持っていますからね。また首筋とか鎖骨といった部分も一緒に露出されることも多いため、男性にとって魅力的な部分の一つになるわけです。また肩を露出している女性は自信に満ち溢れて、セクシーで魅力的に見えるために、男性が興奮する理由の一つとも言えるということなんですね。そして4つ目です。4つ目は女性が自分で自分の腰を掴むになります。女性の腰を掴むポーズは女性の曲線美をアピールすることができます。つまり男性は女性を感じるんですね。また女性が自分の腰を掴んでいるとスタイルに自信を持っている感じが男性に伝わります。ですからこのポーズはセクシーさや自信をアピールすることができるんです。男性はくびれが好きですからね、くびれにエロさを感じるわけです。そして5つ目です。5つ目はいつも見せない下着姿を見せるになります。下着姿を見せることで普段は見えない女性の美しさやセクシーさがたわわになるために、男性にとって大きな刺激要素になるんです。下着は体にぴったりとフィットする部分が多くて、女性の曲線美が強調されるため、男性に視覚的な刺激を与えることができるんですね。真っ裸より下着姿の方が興奮する男性も結構いますからね。なので男性のスイッチがパッと入ったりするわけです。そして6つ目です。6つ目は胸のラインを見せるになります。男性が女性の胸を好む理由については、脳科学的な観点からも研究が行われているんです。その結果、胸の好きな男性の脳内には性的な刺激を受けるドーパミンとかオキシトシン、まあ、快楽をもたらす神経物質ですね、そういったものが分泌されていることが明らかになっているんです。また胸というのは豊満さや健康的な体型と結びつくために、本能的に女性の魅力を高めることができると言われています。なので胸のラインを見せられると男性はスイッチが入ったりするわけです。そして7つ目です。7つ目は相手に肩を寄せるになります。女性に肩を寄せられると男性は嬉しさや近さを感じたりします。
体が触れることで相手との距離感が近づいたように感じるわけです。そしてドキドキしたりもします。また男性は信頼されているという気持ちを抱いたりもするんです。つまり相手に肩を寄せることで距離感を縮めたり親密さをアピールすることができるわけです。そして体と体が触れ合うことで男性のスイッチが入ったりするんですね。以上が男性は女性に表されるとめっちゃしたくなる7選いかがでしょうか。まとめますと、まず1つ目が女性がゆっくりと自分の唇を舐める。そして2つ目が足をクロスさせる。そして3つ目が肩を露出する。そして4つ目が女性が自分で自分の腰をつかむ。そして5つ目がいつも見せない下着姿を見せる。そして6つ目が胸のラインを見せる。そして7つ目が相手に肩を寄せるになります。男性は女性に表されるとしたくなっちゃう7選、ぜひ参考にしてください。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。 LINE の方ではご相談の方をお待ちしております。概要欄の方に URL を貼っておきます。ぜひご登録ください。 LINE をご登録いただけますと男性心理と宇宙の法則を正し、理想の出会いと彼との結婚を引き寄せる3つの秘訣セミナーをプレゼントさせていただきます。よかったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いいたします。励みになっております。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。皆さんの幸せを心よりお祈りしております。